しかして手作り？すごい！女子力高い！いいの？ありがとう！おー、すげー豪華弁当！うまそう！まさか手作り？ちょっと恵んでくれ！サンキュー！うまかった！女子力高いよね！C、いい天気だね。屋上でお昼？え？今日は随分早いね。あのさ、野菜とか煮物とかそういうのも残ってないの？梅干しとか椎茸も全然なし。真面目な話しよっか。前から思ってたんだけどさ、ちょっとお人よしすぎるよ。せっかく早起きして作ったお弁当だろ。お昼に食べようって楽しみにさ、それをみんなに取られちゃうなんて悔しくないの？じゃあ俺は？俺のお腹は？まあいいよ、そのことは今は。でもさ、嫌なことは嫌だってちゃんと言わなきゃダメだ。これは真面目な話、わかった？うん。そしてそんで、もしお弁当作りすぎちゃったらまず俺に相談して。すみません、ちょっといいですか？実は私、この不景気でリストラされてもう一週間飲まず食わずなんです。何か食べるものを。なければ代わりにこの高級ブランド腕時計を買ってください。はあ、お腹すいた。こらこらこら、おっさん、腹減ってんのか？よくぞ見抜いた。リストラサラリーマンとはカリーの姿、実は神だったのじゃ。優しい娘よ、そなたに幸あれ。お前な、今時あんなコントみてえな詐欺に引っかかんじゃねえよ。よしは知ってるけどよ、まさかここまでとは。どうやって？わかったわかった、素直がお前の取り柄だもんな。もういい、お前も一生そのまま行け。そんな顔すんな、妙なのが寄ってきたらよ、俺が追っ払ってやる。だから何かあったらまず俺に言え。そうしろな。おい、せめて兄貴とかよ、なんだろう別のは。おう、行くぞ。